こんばんは。歌って健康委員会 YouTube 企画歌うまさんに聞いてみよう第1回目が始まりました。いや楽しみですね。楽しみですね。今もう第1回っておっしゃいました。はい、第1回ということは第2回第3回もございます。もちろんあります。はい、ひょっとしてですけど第2回とかで私が呼ばれるってことはないですね。歌うまさんとして。はい、それはないです、はい、ないです。すいません、ないということで私視聴率が増えないということで、もしかしたら皆様のところにも第2回第3回伺うことがあるかもしれないということですか。その時は一つよろしくお願いします。はい、じゃあ私たちは、今日は苫小牧市大町に来ています。ここのすぐ近くに苫小牧カラオケ大会2021の会場、うん、IB プラザがあります。はい、こちらですね。ちょっとでは早速歌うまさんが待っている場所へ行ってみましょう。はい、行きましょう。よし、ゴー。楽しみですね。いや楽しみですね。どなたがいらっしゃるんでしょう。いやもうこのドアの先にいらっしゃいます。はい、そうです。ちょっと緊張してきたんですけど、私緊張したら何も喋れなくなるタイプなんで、すいません、まずお願いします。あ、はい、では開けさせていただきます。はい、どうね。こんばんは。こんばんは。あ、夏美さん、こんばんは。それでは早速ご紹介いたします。苫小牧市在住シンガー兼ボイストレーナーの夏美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日は夏美さんに歌についていろいろ聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速質問をさせていただきたいと思います。はい、ちょっとカンペを読ませていただきます。それでは夏美さんはいつからシンガーとして活動されているんでしょうか。はい、人前でこうステージで歌い出したのは15歳とかですかね。ですね。はい。情報少なめですね。で15歳から今までずっと人前で歌を歌ってきて、でボイストレーナーになるというそのきっかけというのはどこであったんでしょうか。自分的には全然ボイストレーナーなんて考えてなかったんですよね。ただ自分がもともとすごく声が低くて、発声もあまりちゃんとできてなくって、それでこう悔しくって独学でこうずっと黙々とトレーニングを続けて、こうちょっとずつ声が自由になっていって、でそれを SNS とかブログに書いてたら、楽器屋さんからボイストレーナーやらないかいって声かけていただいてびっくりだったんですけど、でもその頃こう何人かの方にこう歌を教えてほしいなみたいなことも言われてたので、それをきっかけにいろいろ勉強し始めました。あ、はい、そうだったんですね。そうか、その生徒さんはどういう目的で、はい、ボイストレーニングを受ける方が多いですか。忘年会とかカラオケで歌うレパートリーを増やしたいっていう方もいますし、あと昔出た高い声が出なくなってちょっともう一回やりたいとかいろいろですね。なるほど。あれですか、私みたいに大会に出てなんかこう優勝したいとか、そういうような生徒さんとかはいらっしゃらないですか。まだこうご縁のある方こう何人かしか教えたことないのであれなんですけど、でも習ってるうちにちょっとこうカラオケ大会に興味が出てきたみたいな人も、いますね。最初からじゃなくて習ってる過程で大会に出ようみたいな。なるほど。
ビスと、はい、で私たちはもうカラオケという分野で一番興味があることなんですけれども、うんうん、単刀直入に歌がうまいというのはどういうことでしょうか。広いですね。どういうこと。歌がうまい。そうですね、難しいですよね。そうですね。いや、まあ、普通にきっと音程がちゃんと取れるとかリズム感がいいとかなのかなって思うんですけど、個人的にはプラスアルファでこう人の歌を自分のものにして表現できている方に出会うとグッとくるっていうのは、ありますかね。その歌が上手くなるためには何をしたらいいでしょうか。そうですよね。私は、一空格の時はめちゃめちゃ録音して聞いて、で改善点見つけて直すっていうのをたくさんしましたし、あとボイストレーニングを私は聞きましたね。なので、そういうのもありだと思うし、あと自分よりレベルの高い方と一緒にこう、音楽をやるとかそういうのも、うまくなると思います。なんかあの、録音して自分の声を改めて聞くと、めちゃめちゃなんか下手くそに聞こえて確かに嫌になってくるんですけど。そうですか。そうなんですよ。だからそこを嫌になってやっちゃダメなんですね。やっぱり一番大事なのは自分の歌を録音して聞いてっていう、で直していくっていうのがやっぱり大事なんですね。伸びしろでしかないと。もうで自分の歌ってる動画とかみんなもうなんか辛くて本当ですか。出だしすぎて、いや、そこそんなことはないんじゃないですかね。他に結構皆さん上手い方いっぱいいるじゃないですか。そうするとやっぱり比べちゃうんですよね。まあそうか、そこでなんかね自分の歌をこう聞き返すと、結構なんか自分で歌ってる感覚と違って、なんかすごいこう客観的に聞くとあらが目立ちすぎて嫌になっちゃうんですけど、そう嫌になって終わっちゃダメですね。まあ、私もそういう時めちゃめちゃありました。ありました。やっぱり上手い人とやっぱ、聞き比べちゃうので、落ち込む時期もあったんですけど、でも確実に継続していくと絶対成長されてると思うんですよね。そうですかね。去年今年、はい、絶対はい、はい、分かりました、はい。それではですね、あのトレーニングの仕方をちょっと今実践として教えていただければなと思うんですが、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。めちゃめちゃ簡単なやつなんですけど、長引いちゃってありがとうございます。それではですね、今回、カラオケ大会に出場される方にアドバイスがあればお伺いしたいんですけれども、アドバイスというか、もう純粋に歌うことをなんか楽しんでいただきたいなっていうのがまず一つあって、私もすごい歌うこと大好きなんですけど、歌うと元気になるんですよね。で、やっぱそういう気持ちで歌ってるとお客さんもなんか会場もすごい元気になれて幸せな時間になるんじゃないかなってすごい思うので、まあね、本番までは皆さんもしかしたらすごいストイックにね練習されてたりするかもしれないけど、やっぱりこう歌を特にこの時期こう歌えるっていうことはやっぱ当たり前じゃないので、もう思う存分、思いっきり楽しんでいきたい、もう楽しむことっていうのはすごい、思います。ちょっと私が一つ質問していいですか。その本番の話に今なったので、あの普段こう練習して、でなんかある程度自分で納得できるぐらい歌えるようになって、いざ大会とかに出て、本番になった時に、その歌詞が見ちゃダメな大会はもちろんですけど、歌詞見てもいい大会でも、やっぱり審査員とか気にすると歌詞できるだけ見ないで歌った方がこうポイント高いのかなと思って、見ないで歌おうと思うんですけど、本番になった時に歌詞がすぐ飛んじゃうんですよね。
どんなに練習で叩き込んでも、うん、本番で飛んじゃうのはこれどうしてかなって、私がアホなだけですか。いやーやっぱ緊張するとね、そういうことも起きるかな。ありえないサビとかで飛んじゃったりとかって、うん、そうなんです、ね、はい、あとあの練習で出てた高音が、うん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 、本番でその高い音が出ないとか、うん、確かになるんですよ。これはやっぱり本番で緊張して余分な力が入ってるっていうことですかね。いやあると思いますね。そうですね、うん、難しいですよね。難しいですね。やっぱりこう楽しんで歌うようにすれば力が抜けてその辺も改善されるでしょうかね。やっぱ緊張、そうですね、絶対に大丈夫だってやっぱ安心できるぐらい練習を重ねるっていうのも大事ですけど、やっぱ本番はね、はい、そう飛んだとしても自分が正しいぐらいの気持ちでやりきる。客席に前で見れるのか。そうですね。プロみたいで素敵です。もうごまかすとか、なんかうまくやれば。うん、だから歌詞飛んだ時はこうするとかって自分で決めとけば安心ですよね。そしたら万が一飛んだら俺こうしようとか、もう客席に前で見れるとか。うん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 、確かに。触れちゃダメです。カラオケ大会的にはあれかもしれないですけど。お客様的にはちょっと楽しいかもしれないです、ね、じゃあそれもありということで、うん、ちょっと気楽になりました。はい、大丈夫。本番ですね。はい、ちょっと今ので気になったんですけど、本番中にこう緊張してしまって、あ、今ちょっと力入ってるなってなった時に、うん、瞬時にその緊張を解くリラックス法とかってありますか？一緒にはできないじゃないですか、本番中は。そうですね、本番中はできないですね、はい、でその時なんかこう肩の力を抜く何かがあればすごくいいのかなって今思ったんですけど、例えばですけど緊張してる時って膝とかもピンってこう力んでたり、なんか伸びきって力んでる時とかあるので、そうすると結構背中とか力んじゃうので、こう膝裏をちょっと緩めたりとか、股関節緩めたりとか、ちょっと骨盤の角度とかも気にして、なるべくそのリラックスしている状態に近づけるようにしたり、あと肩の位置もここだって思ってると力みやすかったりするので、なんかこの辺からぶら下がってるようなイメージとか、なんかいろいろ、そうですね、自分の中で力が抜けた状態に近づけるように体の感覚をちょっと確認していって調整したりっていうのは、そうか、体からリラックスを作るってことですね。気持ちではなく、はい、体からリラックス状態に持っていくと、うん、自然とそうなるってことですね、うん、もあるし、もうとことん楽しいこととかリラックスできることをもう想像力を目いっぱい働かせて、うん、そっから抜ければ、うん、抜いたりとか、なるほど、どっちも、はい、やりますね。そんな常にこう自分の中でリラックスできるような状況って多分ありますよね、うんうん、それを本番そういう時に思い浮かべるとかすればなりますかね。もうやってますね。あ、うん、いいかなと思いますね。そしたら歌詞とかないですかね。はい、たまないです。それでは夏美さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。阿部さん、どうですか、はい、今の夏美さんのお話を伺って。いやもう本当いろんなね、歌ってこうただ声を出すだけのシンプルなあれなんですけど、本当にもう奥が深くて、今いろんなことをおっしゃっていただいて、ちょっと私メモ取るの忘れちゃったんですけど、すごい参考になった意見がたくさんあって、はい、ちょっともう早速今日から取り入れようかなと思います。いや、もうすごい参考になりました、本当。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、台本にないこと聞いちゃってすみません。ありがとうございます。はい、それでは、次回は札幌編ということで皆さんにお届けしたいと思います。札幌ですか？そうです。これの、じゃあもうどなたかに、札幌の歌うまさんに突撃いたします。はい、今からとっても楽しみです。はい、それではまた、またせーの、歌って健康、ありがとうございました。拍手が飲もうか。
高い声を出す時とかに、うんうん、声があのかすれてしまう、カラオケをちょっと頑張って歌っちゃうと、うんうんうん、かすれがちになるんですけど、うんうんうん、それをちょっと予防するというか、なんかありますか？その多分そのかすれちゃうとか喉が痛くなっちゃうっていう方は、あの多分グッてこう喉に力が入って、うん、喉の空間がこう閉まってしまってるっていう可能性があるんですよね、はい、で、まあ、それを、うん、まあ、改善するというか、はい、ためにこう喉を開く感覚っていうのをまず掴んでいただくといいのかなって思ってて、はいはいはい、あくびをする感覚、あくびをする感覚、はい、はい、あ、これ、すいません、で、あくびをしようとすると喉仏がぐっと下がって、はい、下の根っこがこう下がってこう大きく開くと思うんですよ、ね、はい、はい、なんかちょっと見えないけど、はい、開いてます今、喉の奥がちょっとスースーする感じ、はいはい、でそれができてたら、まあ、喉が開いてるんですけど、うんうん、まあ、その状態で息を流せるようになって、でその息に声を乗せるみたいな感覚をつかんでいくと、あの喉がグッて閉まってしまうっていうのを改善していけるので、それをちょっとやってみましょうか。わ、はい、かりました。じゃあ、はい、びっくりする感じで、はい、で喉を開けますかね。ゆっくりびっくりした。でその開いた空間をキープしたまま息を吐きます。どうでしょう、最初もしかしたらちょっと難しいかもしれないんですけどそうですね、なんか酸欠みたいな感じでその、はい、その吐く息、はい、ちょっと安定してきたらそこに声を乗せていく感じですね。はあ、喉閉まってるとああみたいな感じになるんです。ここが結構ビリビリしてくるので、なんかそういうちょっと、まあ、繰り返しは必要なんですけど、はい、喉をグッと閉めなくてもこう声が出せるようにっていうのはおすすめします。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あと姿勢も、はい、歌ってるとこう前傾姿勢になってきちゃったりするんですけど、はい、そうすると、うんうんうん、結構あの首とか背中とかが力んじゃって声が出づらくなったりするので、なるべくちょっとまっすぐな感じで、そうですね、肩とかがこう力が入らない場所をちょっと探して歌うのも、うん、おすすめですね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。